どうもコマです。今回はですね、マイクロソフトフライトシミュレーター2020でちょっと気になることがあるので検証していきたいと思います。この間このゲームで南極を飛んでみた時にですね、なんか地表の描画がおかしかったり、一部マイクラっぽくなったり、なんか全体的に変だったんですね。私の中では南極は世界の果てに続いてるんではないかと、もっと言うとどこまで行っても終わりがないんじゃないかなっていう風に今ね思ってるんですよ。なので今回南極縦断の旅をやってみたいと思います。南極ありました。南極ですね。まあこう見るとそんなでかくない気はするんだけどね。とはいえ日本と比べると 3,4 倍の大きさはあるかな。日本から直接南下していって南極の北端、ここ出発点にして、まっすぐさらに南に行ったここですね。ここなんかあるな。これは空港ですね。氷の上の何もない空港ですね。ここをじゃあ到着地点にしましょうか。こんな感じで南極を縦断してみたいと思います。ただ今選んでいるのはボーイング787ですね。おそらく今時点選べる機体の中で最速だと思うんですけど、それでもリアル時間4時間23分かかってしまうので、今回はさらにそれより早いスリューモードを使って移動したいと思います。スリューモード使うとね、多分20分かかんないぐらいで行けると思うので、はい、ちょっと行ってみましょうか。はい、じゃあやっていきましょう。早速スリューモードに切り替え。さあここから約20分弱の旅が始まります。気になるのはさ、方角左上のコンパスがむしろ北向きなんだけど、右上のマップは南向きなんだよな。でもマップを見る限り地形的にはこの方向で正しい気がするんだけどな。これすごいアングルですね。俺が飛行機だったらちょっと恥ずかしいわこのアングル。今のところ地面は多少の起伏がポコポコしてる感じですね。うん、まだ現実的と思ったらなんか急におかしくなった。あ、なんかなんだこれ、クレバスかなこれ。あ、でも海っぽくない？ちょっと降りていい？あ、違った、海じゃないあれ、海に見えるけど近づいたら水が消える。怪しい。ほらもうなんかおかしいでしょ。このゲームの南極ちょっとおかしいんすよ。あー、なにこれ、海底山脈みたいになってるけど、これなにこれ、どうなってるのこれ。あーなにこれ、あ、これクレバス。おお、ちょっと待って、今一瞬、あ、見えちゃいけないとこ見えた。やばい、ハリボテ感やばい。これ海っぽいっすよね。違う、なんか向こうがおかしいんだけど、なんだあれあ、なんかすごい、めちゃめちゃ高い氷山か。氷山高すぎないこれ。3万4000フィートって約 10km なんだけどさ、エベレストより高い氷山ってあるのかなわあ、すげえ、なんか尖ってる。なんかすごいね、獣の牙みたいじゃない。もうこれファンタジーの世界でしょなんか小学生が描いた空の絵みたいになってきたけどもちょっとボコボコしだしたね。だいぶ肌荒れがひどいですね。ビタミン取りましょう。地図上は、あー、もう映ってない感じかな。地図の表示限界を超えましたかね。飛行機アイコンないもんね。あ、日が暮れてきましたね。これは南極の中心は常に日が当たらないので真っ暗になっていくってことでよろしいかな。なんかちょっと海が見えてきてませんか。あー、なんかおかしかった。なちょっと待って、なに、一回ちょっと止まるよ。なにこれ、加工するとなんか模様が変わる。やべえぞこれ。あーあー、ちょっと暗くなった。もう意味がわからない。はあすごい金網みたいになってる。なんか飛行機のお尻からなんか出てますけどなんか黄色いのが出ている回転するほど光り輝いていくんだけど、これ何、これ、やっぱり限界突破しそうもう何が何だかわからないちょっと待って、何が起きてるんだ。え、これ元に戻るかな、大丈夫かな。高さ変えてみるよ。よっ、あ、よかった、戻った。びっくりした、よく分かんなかったですね。まあ少なくとも一つ言えるのは、地球上にこんな場所はないちょっと待って、なんか道が現れたなんかスピード線と道が現れたよ。ものすごい勢いで一直線の道を疾走する飛行機になってませんか道の端っこは、あ、ダメだ、道が延々と伸びていく。なんだよマジで。わー、すごい、道が斜めに走ってる。もうなんだよこの世界、よくわかんねえよこれどうなってんだよもう。え、
俺なんか回転してる？あれ？俺まっすぐ行ってつもりだったけど、あ、なんか回転してる。え？俺上の、左上のコンパスで33度行ってつもりだったけど、なんか回転してるんだけど、え？俺まっすぐ進んでるよ。え？この道の上を進まなきゃいけないとか。よくわかんないね。あ、でも進んでるっぽい気はするね。でもさっき俺が行ってた方向と違うね、これ。俺南極縦断したいんですけどね。もう今どこ向かってか全然わからんわ、これ。ここで全体マップが見れると嬉しいんだけどな。見れないんだよね。この方角ってほんと合ってんのかな。南極点越えたら真逆になるんじゃないの、これ。来た道戻ってるっていうのが最悪なんだけど。うわ、すげえカクカクしてる。どうした？なんかやばいな。一回ちょっとスリューモード解除しよう。なんかおかしいぞ。めちゃめちゃ重い。どうした？カクカクだ。一回降りるか。一回ちょっと着陸しましょう。いやー、なんかやべえな。大丈夫かな。ゲームが強制終了しそうな気がする。はい。大変な。ちょっと待って。大変。あここでスリューモード戻すと？はい。あ、やっぱカクカクだな。これなんでなんだろう。わかんないけど、ここは来ちゃいけない世界なんじゃないかって気がしてきたぞ。なんか謎の塔が立ってる。何この塔。そっか、暗いな。明るくできないこれ。まだ白夜。あ、でも22時になってるな。これ、あ、明るくできるじゃん。おー、いいね、いいね。明るくできた。よかったー。これ、何これ。これ割り箸みたいな、これ何ですかこれ。割り箸かな。いや、これ割り箸だよね。お手元って書いてあるでしょ、絶対これ。誰こんないたずらしたの。ダメだよ。そして向こうは何もねえな。これ南極こんなんじゃないでしょ。すごい箱型だよね。絶対これ人間が作ったやつでしょ。あ、お手元だ。全部お手元だった。あ、上屋根あるぞ。降りれんのかな。あ、降りたっぽいぞ。なんもないけど止まってるね。なんか下も見えちゃいけないも見えてるしね。誰なんかおかしい。これ疲れた時に見る夢ですね。本格的に何もなくなったんだけど。地面のタイルしかなくなっちゃったんだけど。あ、でもなんか起伏があるぞ。嬉しい。まだ南極縦断の夢はついえていないね。さっき太陽を背にしてさ、まっすぐ進んでたでしょ。今度太陽が正面に見えてるってことは南極点を越えて先に進んでんのかな。また重くなってきたな。おい、地図どうなってる。地図見せてくれ。あ、出てきた出てきた。え、これどこ。ちょっと待って。ん、なんか俺元の場所戻ってきてる気がすげえするな。これ元の場所戻ってきてないか。あれこれおかしいな。あー、海が見えたけれども、これは俺戻ってきてる気がするな。あれ、ちょっと待って、ちゃんと抜けたんじゃね。これ南極縦断できたっぽい気がする。今ここにいるんだけど、こっから北に行くとですよ、こんな風になってんのね。で、これって南極大陸のここなんですよ、ここ。で、そのままさらに北に行くと、ここブラジルね。まさに日本の真裏じゃないですか、これ。ちょっと空港が分かんなかったけどね、空港のところと少し多分ずれたんだね、これね。それでもね、南極大陸縦断、大成功です。途中なんかね、すごい謎のこの世をならざる場所に行ってしまいましたけれども。いやー、なんとかなるもんだね。はい、ということで、道中ね、謎の超高層氷山や、謎のジェット発光現象や、謎の縞模様や、謎のお手元とかがね、ありましたけれども、なんとか、南極を縦断することができました。いやー、すごい良かった。これでまた世界の謎を一つ解明しましたね。はい。ということで今日はここでおしまいにしましょう。良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。